皆さん、こんにちは。ネットビジネスアナリスト、横田修林です。今日もネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日は2024年8月31日土曜日になりましたが、今日はですね、ちょっと記念日なんですよね。実は2014年からですね、始めます。違うな。2008年から始めまして、2008年の9月1日,1日から始めましてですね、今日でなんと16年間ですね、ブログを毎日書き続けたという日になっておりますということで、 で記念日になっているんですが、まあ、そして今日は月末の最終日ということですので、まあ、恒例のですね、今月に投稿しましたブログのですね、ランキングを発表する日となっています。え今日はですね、いつもであれば YouTube のメンバーシップ、月額110円から学びますデイリー会員の方に入会していないとですね、動画を最後までご視聴いただけないんですが、今日は はい最後までご覧いただけますので、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。はい。では早速なんですが、今日のブログの冒頭にある写真、こちらの方の説明から入っていきたいと思います。こちらからご覧ください。どうぞ。はい。では、いきたいと思います。えー、僕の Facebook をご覧になっている方はご存知かもしれませんけど、まあ、今月は特にですね、この投稿多かったですね。 ホテル飯、新幹線飯、えー、まあ電車飯とかと呼んでますけど、まあ、そこでどういう食事を僕をしているのかっていう発信を結構最近はよくやるようになりました。まあ、以前はですねその、この事務所にいる時にどういう食事をしているかっていうことで、買い物している様子なんかを動画に撮ったりしてたんですけど、まあ、最近はですね、まあ、もちろんそれは今も続けてるんですが、逆にその外出している時もこういうふうに食に気をつけて、 えー、生活してるんだよっていうことを示すためにですね、新幹線の中で、えー、炊飯したりですね、そしてホテルでもこういうふうに料理を作って食べてるんだっていうことをですね発信していますので、よかったら Facebook の方ね、えー、フォローしてだければと思っていますけど、はい、えー、そんな今日ですね、お伝えしたいのは、先ほども少しお話ししましたが、こちらですね、はい、2008年9月1日から1日も欠かさずにブログを書き続けて、 今日で丸16年になりましたということで、明日から17年目に突入ということで、17年目ということは、ええっと、12だから13、14、15と15、高校2年生です、ね、になったということに、来年からね、あ来月から来月、あ明日から、まあ来月か、なりますけど、ということで、5844記事、まあ、ウルド氏が3 4回ありましたので、 合わせてですね、5444記事ということになりますが、いつもブログをコードいただいている皆さん、ありがとうございます。これ、5844記事全部読んでる人何人いるんですかね、えー、いたらね、教えていただきたいなと思うんですけど、さあ、その中で、えー、今月投稿したブログの中で、いいねが多かったものをランキング形式で紹介していきたいと思います。はい、まず一つ目ですね、一番多かったのはこちらなんですね。ちょっと拡大しますが。はい。 1>, 1テーマと台本とショート動画から生成 AI でショート動画生成というふうに、ちょっと日本語はちょっと変なんですけど、こちらのものがですね一番アクセスが多かったんですね。これ、不思議なんですけど、実は Google 検索の方では全然ヒットしていないので、そこから来ている人はほとんどいない、つまり SNS の方で結構話題になってきているということですね。 そしてもう一個同じ内容の記事でノートの方にも書いてるんですがノートの方も結構実は反応が良くてですね、えー、たくさん記事を購入してくださっている方がいますということで、えー、ありがとうございますというものなんですね、まあ、これは何を言ってるかっていうと結局ショート動画を作ろうと思った時に一つのテーマ 何かえワンフレーズあれば、そこからショート動画を作ることもできるし、そして誰かが作っているショート動画の台本をですね、え投げ込めば、そこからショート動画を作ることもできるし、もちろん台本自分が作ってショート動画を作ることもできるし、ショート動画からショート動画を作ることもできるしということで、まあ、簡単に言うと3つあるわけです、作り方ね。 キーワードから作る、台本から作る、ショート動画から作る。まあ、ショート動画から作るっていうのは、つまりショート動画の中に書かれている台本から作るということになるわけなんですけど、まあ、このような形で、ショート動画の生成が非常に簡単になったので、ぜひ皆さんもね、挑戦してほしいということについて書かれているブログになります。はい、続いて反応が良かったのはこちらです。 えジェーンスパークとはというものなんですが、これはですね、Google 検索からたくさん来ていますということで、今、ジェーンスパークとか、ジェーンスパーク使い方などで検索すると、え上位表示しているので、まあ、そこから来ていると思われます、えー。ありがとうございます。このね、サービスはかなりやばいんで、ぜひ皆さんもですね、マスターした方がいいですよ。えー、このジェーンスパークで記事を書かせて、その内容でショート動画作るっていうのが今流行ってますね。これめちゃくちゃ効率がいいので、 あのやってみるといいかなと思いますね。これについてまたねあの、追ってブログで記事を書いてもいいのかなと思ったりもしていますけど、えー、面白い使い方できるので、ぜひやってみましょうということです。はい、続いてはこちらです。インスタグラムのキャプションは自動生成されたものですとは消し方というものなんですが、これはの、この投稿の非常にブログを書く前にですね、インスタグラムキャプションとか自動生成とかっていう言葉のアクセスが増,増えていたんですね。 それで、慌てて僕はブログに書いたんですけど、どうも最近は落ち着いたような気はしているんですが、これはですね、インスタグラムのそのえ仕様変更によるものなんですけど、まあ、結構面白い内容なんで、ぜひね、また見ていただければと思います。 はい。続いてはこちらですね。まあ、これはいつも定番なんですけど、まあ、今月の公演予定ということで、まあ、これはね、毎月僕の公演予定見てくださっている人がいっぱいいてですね、そのせいでというかですね、そのおかげで、このようにですね、アクセスが増えているんですけど、ということ、ありがとうございます。続いてはこちらです。あ、そうですね。 Google スマホ検索結果、ショート動画タブ、2パターン表示テストということで、Google 検索結果のショート動画タブが出るようになっていますので、これ結構注目の記事ですで。ショート動画が検索しやすくなったので、これについてね、調べていくといいと思いますよということで、これについて書いたものですね。はい、続いていきましょう。こちらです。あ,あ、これですね。 これは8月1日に書いた記事なんですけど、ビドノズという動画生成 AI が非常に便利なんで、皆さん使いましょうねと、本当に1分で動画生成できますよっていうことについて書いたものです。これはあの、案件をいただきましたので、一応 PR って最初載せていると思うんですけど、またね、ビドノズはもっといろんなことができるので、また追加で記事を書いていきたいなと思っているんですけど、まず一つ目ということで書かせていただきました。続いて、これも大事ですね。 はい、画像生成 AI の Flux1 搭載した X の対話型生成 AI、Glock2 の使い方ということで、まあ、もう一個ね、Glock2 というものが追加になりまして、この対話型生成 AI にですね、えー、と今まであった ChatGPT とか Cloud とかラ a m a とかですね、Cloud とか、こういったものあるけど、これ,これに Perplexy とかあるけど、それに追加したと。さらにまた Genspark が追加になったわけなんですが、でこの Flux1 っていうのも非常にキーワードで、 で、フラックスワンがもう最高だとか言ってたら一瞬でね、イメージ FX が奪っていったというですね、Google のサービスですけど、まあこれイメージ FX についてはまた追って改正したいと思いますのでよろしくお願いします。はい。では続きましてはこちらですね。Facebook Messenger と Instagram のノート使い方ビジネス活用ということで、 これはね、結構大事です。インスタグラムのノートを使いこなしている方がまだまだ少ないです。もちろんね、まだ実装されてない方も多いんですけど、これ使うとですね、今だけっていうですね、あの先行者利益が得ることできますので、ぜひね、記事読んで勉強してほしいなと思います。もちろん Facebook のメッセンジャーでも同じことが言えます。はい、続いて。 Google Chrome の PC ブラウザに開放された Google Lens の使い方ということで、Google Lens はスマホのサービスとしては便利なんだけど、実は PC ブラウザでもできるようになったので、これ使うとね、便利ですよ。ぜひ皆さんもやってみましょう。そして続いて、えー、ブレッブ AI。この生成 a もやばかったですね。これ Snow AI を使っているので、まあベースは一緒なんですけど、ただブレッブ AI は面白いですということで、あの実際作った音楽を聴いている。ちょっと緩めのね、あのー、ブログなんですけど、面白い内容なんでね。 僕が作った音楽ぜひ聴いてほしいなと思います。続いて、グ、えーグルからタグレオワコンということで、グーグル副長、ヤフー周辺、ビング続進ということですね、まあ。これ、あの、すごい大事な記事ですね。で、検索エンジン集客してる方、SNS 反則されてる方、えー、非常にね、今後大きく方向が変わりそうなので、ぜひね、見といてください。 そしてチャット GPT など生成や活用した IT や SNS セミナー教材販売ということで8月はですね3本教材を販売しましたが予定では9月もですね3本ぐらい発売する予定になってますのでぜひ楽しみにしておいてください続いてレテリス研究会0円会員ディスコード投稿2024年7月分のものですねそしてですねズームスケジュラーというサービスこれについて3つに分けてですね 今回記事を書きました。これはいくつ目のやつかな。一つ目ですね。セミナーやスケジュール管理ということで、これ結構便利なんで、ぜひ Zoom を使ってビジネスをされている方、例えばセミナーとかミーティングとかコンサルティングとかされている方は、ぜひ、ね、Zoom スケジュラーえ勉強してみるといいかなと思います。 はい続いて、えー、チャット GPT 無料版で画像生成1日2枚まで OK とおすすめ g p t 図9 0 0 0ということで、こういうね、ちょっと g p t 図の特集なんかもやっていきたいなと思ってるし、僕ね、最近思ってるのは、g p t 図ソムリエっていうのがそろそろ出てくるんじゃないかなと思ってて、これ、スマホアプリソムリエもいたんだけど、ここをね、どのぐらい知ってるかが勝負になりそうなので、僕もね、いろいろ研究してみようかなと思ってますね。はい、続いてこちら、えー、b i n g b a s Bing ページで SNS を一元管理と iOS と Android アプリで違う機能ということで、これ結構マニアックな記事なんですけど、Bing は今注目しなきゃいけないので、見ておくといいです。続いて、Zoom スケジューラーの2個目の記事ですね。そして、教材の販売です。そして、Zoom スケジューラー3個目の記事ということで、このね3個目のですね、ロジック設定が結構面白いんでですね。これもね、勉強しましょう。そして、Meta の 3SNS のニュースですね。 そして AI に関するニュース。8月から終わること。そして意外に人気だったのが Search Console Insight というですね、サービスの説明のものですね。YouTube ショッピングとのコレクションとストアのセクション表示。これね、まだマニアックなんですけど、えー、皆さんね、YouTube のショッピング機能はマジで注目しといた方がいいですよ。これから力が入ってきます。さ、え、ら、ー、にはですね、 えー、フューチャーカードだったわけなもう YouTube ショッピング対応になりましたねということで、これから YouTube と連携するショッピングサービスが増えてくると思います。でかなりね、ライブコマースに向けてですね、えー、いわゆるソーシャルコマースに向けてですね、注目しておいた方がいいかなと思います。えー、そしてこちら、これ昨日かな、えー、?Chrome 拡張機能、えー、タクチックの使い方、Zoom 会議を無料で文字起こし。これ実際にね、えー、本当に僕あの、このライブ配信用ではなくて、実際に あのリアルで、会議で使ってみたんですけど、マジで便利です。<laughs> あのぜひね、皆さんね、使ってみましょう。と言っても無料なんでね。ということ。はい、続いて、えー、対応型生成 AI は、普及率曲線で16%のキャズムをいつ超えるのかって話。まあ、これでも本当、いち早く超えてほしいなと思ってるんですが、えー、キャズムの話も含めですね、普及率の話は結構大事なので、ぜひね、注目しておいてください。 そして YouTube に関連するニュースの話。そして教材の販売ですね。そして昨日ですね、これでしたね。パワーショットピック。これ、久しぶりにガジェットの紹介しましたけど、おすすめなので見ておきましょう。そして Yahoo Japan のアプリがニュースあのアップデートしましたので、それについての説明でした。では、今月以降のあ、今月のですね、えー 実際僕が使ったブログのね、スライドの記事を紹介して終わりたいと思うんですけど、えー、今回はですね、なんと119枚を使って説明しましたので、結構ですね、スライド作りに時間かかったのと、とにかく今月はスケジュールが結構きつくてですね、なのでスケジュールでもう1日の間に絶対ブログ書かなきゃいけないので、スライドを作って、動画を作って、あ順番的に今動画を作って、スライドを作って、 ライブ配信をして動画を作ってスライドを作ってショート動画を作るって流れになってるんですけどこれがとにかく大変で毎日毎日ですね24時になるまでにどうやってブログ更新するかってことで,ですね一喜一憂してるような感じなんですけど。 まあでもね、あの、クオリティを落とさず、かなり濃いコンテンツのものをですね、今月も作ってきたんじゃないかなと思っているので、えー、見逃した投稿がある方は、もう一回ですね、皆さんですね、復習して使ってみて、えー、見直していただければね、嬉しいなと思っています。えー、本当にですね、えー、あの、一個もないですよ。あの、見なくていいやつはないと思います。では、ここで最後にですね、えー、ちょっと宣伝ですということで、えー、この、 YouTube っていうのは、僕がやってるのは、このさっき話しましたけど、デイリー会員というものがあるんだけど、でも無料で使えるという0円会員というサービスもあります。これはディスコードの方でやっていますので、こちらに書いてる QR コード読み取るか、リンクの方からですね、申し込んでください。ここには、ブログには書いてないけど、おすすめのニュースなんかもたくさんシェアしていますので、カテゴリーごとになっているので、ぜひですね、チェックしてみるといいかなと思います。 そして先ほどから話が出ている弊社がやってますネットビジネス研究会っていうのはこういう仕組みになってます0円会員がありましてデイリー会員がありましてムービー会員セミナー会員スカイプ会員という形になっています現在100名を超える方が YouTube メンバーシップに入っていただいていますよかったら申し込んでくださいコンサルティングや講演なども受け付けてますのでよかったらお申し込みください とということです。はい、ということで、今月もですね、頑張ってきました。いよいよね、来月、明日から17名に突入します。頑張っていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。ネットビジネスアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。